ようこそハノイ。首都ハノイは数千年の歴史を誇りながらも現代的な姿を見せています。ハノイ観光とはベトナム、とりわけハノイの土地、文化、風俗習慣、生活を探検し、その美しさへの理解を深めています。ハノイには5000もの史跡、文化施設、3つの世界文化遺産、また複数の独特な祭りが保たれています。ベトナム初の大学とされるハノイの文廟国史館の境内の左右に並んでいる、かつての科挙試験に合格した82人の氏名と出身地を刻んだ石碑はユネスコの世界記録遺産に登録されています。ハノイ郊外ソクソン県フードン村のゾン祭りは、敵と勇敢に戦い国を守る神様とされているゾン神様を偲ぶもので、人類の無形文化遺産として認定されました。タンラム古城遺跡は世界文化遺産に登録されています。千年を経てハノイは多くの封建時代の王城であったことが証明されました。ベトナムの文化歴史は代々にわたって輝いています。タンラムハノイは民謡歌中の洋蘭の地としてよく知られています。また水上人形劇は本川デルタ地域の稲作文化から生み出された独特な文芸となり、国内をはじめ外国でも公演されています。ハノイの美術についてハンチョン版画を抜きに語ることはできないでしょう。この版画は文化生活や風俗習慣など題材が様々です。一方でハノイの食文化はユニークな体験となっています。秋がやってくるとお米がまだ緑のうちに収穫して蒸して叩いたコムというベトナムの若米の甘みが懐かしくなっています。ハノイ料理の中でも特に麺類のフォーは、国内の人々はもちろん外国人観光客にも好まれています。その他ライギョの鍋は庶民料理と言われていますが、非常に美味しくて外国にも知れ渡っています。特に揚げ春巻きは外国人観光客の中に人気があります。春巻きの作り方を実演するのは観光客にとってユニークな体験となるでしょう。一方で庶民料理と言われているつけ麺、ブンチャーは知名度が高くなっています。ベトナムはお茶の文化も盛んです。ベトナムを代表するお茶の一つがハス茶です。ハスの花と緑茶をブレンドしたもので、スパイスのような独特の香りを感じます。ハスの花を摘み取り、花びらとおしべを茶葉に絡めて香りを茶葉に移すことを繰り返すことで、ハスの香りがお茶の葉から
ションやライトアップで彩られています。東村市場へ続く通りはナイトマーケットとなり、歩行者天国としてにぎわい、商品が多岐にわたっています。ハノイ市には国内各地の伝統職業が盛んでいました。ファンキエム湖北側に広がるハノイ旧市街は、その昔王族へ献上する品々を作る職人たちの町でした。労業者ごとたほう、フービンの塔在庫村は、多様なデザインの塔製品を作り、国内で愛用されています。一方、林根現在庫伝統職業村の製品は手作りです。器用な職人は美しい製品を作っています。ドゥンラム古い村は、ベトナムの2名の民族英雄、フンフンとゴーキュエンの出身地であることを誇っています。この村には、17世紀に建てられた民家を含め、古い家屋がおよそ1000軒残っています。ハノイの各博物館は、観光客に1000年の歴史を持つベトナム、とりわけハノイの歴史、文化、芸術への理解を深めて、
ハノイは古い姿を表す方々ら現代化を進めており、交通整備が行き届き、高層ビルが次々と建てられています。ハノイには国立会議所や展望展示センター、ミーディン国立競技場などがあり、大規模なイベントが頻繁に行われています。ハノイは社会的安定が維持されている国の首都として、国際レベルのシンポジウムや首脳会議、大規模な博覧会、スポーツ大会を開催し、各国の指導者や政治家など国際社会に高く評価されています。の総合理解と草の根外交、またベトナムと日本の広範な戦略的パートナーシップの強化に寄与しています。現在ハノイは拡張されつつあり、現代化事業を進める傍ら、伝統的な文化価値と風俗習慣の保存発揮に力を入れています。このようなハノイは国内外の観光客にとって魅力的で安全な目的地となることでしょう。Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. Want to see how you treat? Show me all I do not know. Would a champagne soda mark as light of gold?